高額自腹インスタバトル。恒例となってきました。もう第4回目ぐらいかな。金額を決めて、その以内に買った洋服でインスタに上げて、今見てくれてる皆さんのいいね数で勝負を決めると。残念ながらね、皆さん服を見てなくて顔とかを考慮してるのかな。間違いない、間違いない、見ないでしょ。見てくれ。若干あるだろうなっていう順位になってるので、うん、まあ、確かにいつも 1,2 がここで、あとペーペーみたいな感じ。ちゃんとブサイクが大会争ってる。今回からは、うん、はい、ハンデがあります、まあ、前回1位のノリさんは1500マイナス、2位の僕はマイナス1000。ただし、いつもルーレットで金額決めてましたね、はい、値段見ないで買ってください。はい、ルールとして2アイテムは買ってほしい。それ以外は別に好きにしてもらって、途中でまあまあ一番高めっぽいところ行って、じゃんけんで負けた人がそこで必須でワンアイテム買ってもらいます。ちょっとワクワクしてきたし、ドキドキしてる、ドキドキしてる、胸騒ぎがするよ。すごいよ。うっせえなー。うっせえなーって急に俺らおめえ、山田電機で30万表されてる。恭平さんも今カメラですけど、はい、人数多すぎて入らないんです。5人でやっていきましょう。オッケー、インスタ、インスタよ。はい、大輝さん、じゃじゃーん、買いました。見てください、これファビレックス縛り。ファビレックス縛りです。当たり前じゃないですか。使ってるねー。いやもうね、使わないと意味がない。はい、ターボーさんも買い終わりました。はい、買いましたー。ターボーさんもアビレックス。アビレックスですね。今回もビリということで。ビリじゃねーわ。正義が買った服はこちら。何よ、紹介するよ、紹介。僕はね、リッキーズで大量購入した。リッキーズすごいね。今回ね、超攻めてる。一色で統一してます。ある一色で攻めまくったコーディネート。こちらをね、皆さんにね、評価していただければ幸いでございます。さあ、ノルちゃん、何点買いましたか。あ、一応ね、2点で。おお、2点。今回もね、皆さんのいいね次第で決まるんで、本当にお願いします。まあ、おー、いかついの来たな。くれないの豚じゃねえ。俺のマイメン。やっぱ似合ってたから買ってあげた。やっぱブーツ。すごい、やべえ。帰ってきた。帰ってきたね。どうもどうも、京平です。ナイキ、おお、ブリヂストン。この後メインの最初に予約しておりましたブランド決めて、額見ないで負けたやつ買うと。どこがいいか。ニューエラ。ニューエラね。ニューエラでいいっすか。じゃあありじゃん。でニューエラでいっちゃんすげえやつ、いっちゃんすげえやつって言って、あー、なるほど。買おう。最初グーテクポイ、はい、ポイシュ。できてる、このシナリオが。こういうじゃんけんする企画じゃなかったし。いやいや、でもでも、せいさん、まだ、勝っちゃいか。最初、グッ、ジャンケン、ポイ、ジャンケン、ポイ。うわっ。え、マジで言ってる、マジで。はい、行きましょう。今日は静かに行きます。はい、死んでまーす。来たよ、来たよ、来たよ。はい、すいません、すいません。どうしよう。ニューエラだって結構高いリュックでも1万とか。あ、マジ。でそれ以上のグレードもあるから。結構ね、やばい。あれ、じゃんかつ、お、じゃんかつ、お、じゃんかつ、お、あ、やべえ、来ましたね。たどり開いてる。店員さんもリスナーの人で、え、めっちゃなんかうまいこと見せられて、うん、なに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 。ニューエラってさ、いくらだと。キャップはまあ5000だよ。3万買ってます。3万、3万。何がもう事故。怖いのよ、怖いのよ。怖い。やべ、怖い。何してんの。めっちゃ買ってるやん。ちょうどディズニーとコラボしててさ、ちょっとこう、かわいいとか言って、え、ラスティーさん、テンション上がるじゃん。ね、並んでないやつバンバン出してきて、全部ドツボになっちゃって。まずマックイーンでしょ。いや、かわいい、かわいい、これ、大の子。いや、大の子、大の子で、パス。超かっこよくない？なっちゃうでしょ。このテンションで、はいはいはいって6個買いました。ありがとうございます。じゃあ家帰って紹介して、皆さんにインスタ評価していただきましょうか。よっしゃー。じゃじゃーん。ガーッ。すごいねー。今回値段を見ない縛りということで、自分たちは知ってるわけですね。商品も紹介して額も発表していきましょう。はい。先に言わせてたんですけど、ビリの人は一応プラス500で、前回ビリの京平さんはプラス500。いただきます。結構やばい。これじゃないと345がそのまま上がっててもつまんないんで。ああ、まあ確かに。はい、じゃあ京平さんお願いします。今回こそ勝ちたいよ。もう
やだ4連やだ4連やだやだじゃ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 何これ顔かわいいでしょかわいいでしょこれブリヂストンなんだけどゴルフ屋だねあ、そうゴルフ屋を着ようと思って今日それおっしゃそういう固定概念そう、口返しそう、とらわれない考えファッショニスタだねで、次あいいよで、やっぱ少ないと俺はどうでもいいと思う少ないとナイキーお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 ーで、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 ポール・ジョージ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 はい、横もねはい、こんな感じなんか、強兵っぽい色合いはい、じゃあイメージをお願いします貴重取れたスポーツファッションで今日は攻めていこうと思います。靴もスポーツだし。そう、スポーツだし。金額の発表をお願いいたします。はーい。3万3000円です。ここえここはい、じゃあターボーさん。デザイン T シャツストアっていう。うん、ありがとう。あー、終わり早いアビレックス。ゾキゾキ。ゾキないロンティーっすね。シブじゃない腕シブじゃないちょっと腕シブこれシブかな全然わかんねえビリでーす合計金額2万円はいじゃあのりさん中はねちょっと可愛い目におーピンクのピンクうわそうそうそうかわいいとアウターがもう可愛すぎてこんな感じでうわ俺も見てたこれうわ後ろもねここにワッペン入ってて強敵だ今回はちょっと白で攻めていきたいしかもロング丈なんだよねこれそうロング丈えうわこれはちょっといいわ強いわこれテーマは純白おしゃれ野郎金額はですねはいあと普通枠ある普通枠はそこら辺にあったから買ったんだけど靴下買ってそこら辺にあったから買ったあ、いいかわいいかわいい靴下かわいい靴下あったんでこれ買いましたへぇこれもあの履こうかな合計が1万7000円安っリーズナブルこれに負けたらクヨさん切れますねいや本当ですよ3万3000円はいじゃあ大輝さんここが下からパンツからねパンツチェックのパンツね結構この下の青もチェックなんだけどダボダボなのよであとアウターですこれ可愛くてすぐ購入しちゃいましたこれ見てください可愛い後ろ可愛いそう後ろこうやってねデニム欲しい腕にもちょっとねそうで今回のファッションテーマはストリートファッションなんだけど下可愛いねストリートファッションなんだけど下可愛いねストリートだって下可愛いそうそうそう金額はパンツが7000円で上が1万1000円なんで1万8000円ですおおはいなんか俺バカみたいなこれだけで僕のですこの大きさってさコストコでしか見ないけどあと普通枠ででかじゃあこれほんとかっこよくないディッキーズで結構コラボしてるんですよこちらトムとジェリーうわーちょ待ってトムとジェリーこちらかわいいすげートムジェリーコラボでトムジェリーえこれマジかわいい前がこれモクモクしてるあらいいええやない前はしっかりしててかつこっちにもロゴとか入ってあほんとだ横も文字入っててここにもロゴ入ってうわちょっと今回はせめて勝ったり負けたりしたいのでディズニーコラボですねうわうわオールミッキーのダウンジャケットうわすげえ値段見ちゃいけない縛りだったじゃんそうだねこのサイズの服をまず大体の人が買わないの2個さらっと持ってったら店員が大爆笑してたやばいやばいやつ来たやばいでしょ全然笑ってて額にも結構びっくりしましたこれだけで3万8000円3万8000円これとまあこれ7万1回いかないと香港往復できるテーマは今回僕が採用するのがミッキーの総柄の帽子買ったのよおそれとこのミッキー総柄のグジャケットうわでパンツ白でホワイトディズニーホワイトディズニーのホワイト攻めうわすごい俺は全部ホワイト以上5名の作品が全部出揃いました。うわ、勝ちて。このインスタ写真を見て、概要欄にインスタが貼ってありますので、そこからインスタ飛んでもらって、好きなコーディネートしてる人にいいねをポチッと。はい。お願いします。お願いいたします。お願いします。まあ罰ゲームがありますんで、ビリだった方は罰金3000円。まあ ST は人間的にダメだろうってことをしたら募金箱に1000円入れるっていうシステムがあるんです空前の募金箱ブームです募金ブームが来てるんですけども詳しければサブチャンを見ていただけますそうで30万円貯まったらプレゼント企画やろうみたいなそれに3000円ぶち込んでもらおういやー本当にたくさんインスタチェックしたこと好きな人にポチってしてくれればいいのでお願いします皆さんいいねの方よろしくお願いしますよろしくお願いしますいややっぱ優勝でしょ俺がいやいや恭平がさ500ポイントでしょ4位の俺ちょっと怖いんだよね。リケツだもんね。そう。何もないっすよ。そう。怖いのよ、それが。やばいっす。いや、でも俺攻めてるからね。もう、え？もうえって。最近これ、めっちゃ多いめっちゃでかいよ、ほんと。静かにした方がいいね。いや、歩いてる、歩いてる。いや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 。は、絶対歩いてるよ。ちょっとこの歩いてる音みたいなの多いよね。いや、ノリさ、よくさ、もう、チューパッターン。最近よくさそこに座ってるとなんか声聞こえるみたいなここに座ってると女の人の声が聞こえるカーテン際がやばいと
まあいいねをしてくださいってことですね。お願いします。お願いします。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。お願いします。本当に次の動画でお会いしましょう。はい、はい、バイビーバイバイ。好きになって信じたってどうせ恋なんてこの一歩が踏み出せない自分が許せない。